マトバナオユキは、地方競馬の大井競馬場所属の長教師、元騎手。父は、佐賀競馬場所属の元騎手、元長教師のマトバノブヒロ。おじは、大井競馬場所属のマトバフミ長沼正義旧社から、騎手デビュー。1995年4月11日第1回、大井競馬1日目台に競争さら計4歳、条件戦ストロング王冠で初、初騎乗。 同年6月24日、第5回大井競馬4日目第4競争サラ系4歳、条件戦をトップルパンで優勝し、初勝利。2000年6月6日、第14回東京プリンセス賞14番、人気ベルモントルビーで後方から豪快に追い込み日着となり、馬番連勝短式6万2020円の大波乱を演出した。同年地方競馬通算100勝達成。 2001年7月5日、第48回エンプレス杯で2番人気のラブリーダ・ハールに起乗し3着となる。長岡達夫級車を経て、物井栄サカエへ、所属変更。2006年6月1日付で、物井栄サカエから石田サダオ車へ、所属変更。2007年6月10日、第3回東京競馬8日目第6競争3歳500万。 下で、エフティブライアン騎乗のため遠征し、同日第一競争3歳未勝利戦で、金込メスパークに騎乗し、JRA 初騎乗。2008年4月20日大井競馬、第二競争をし30組11組4番人気、ワガンアイゴで勝利し、地方競馬通算300勝達成。大井競馬場での中堅騎手として活躍していたが、近年廃止された束などから流入してきた騎手に、 押される形で、低迷、2010年12月16日付で、発表された、平成22年度第3回調教師、機種免許試験で調教師試験に合格し、転身のため同年12月31日付で、現役引退となった。生涯成績は5608,339勝、中央競馬20000勝。2012年1月1日付で、 大井競馬場本場に、旧社会業。当初はリ当ては10馬房。2012年1月16日第17回大井、競馬1日目第6競争 C37 組8組条件戦に、森大時城愛のトップドレスが出走し優勝。管理場初出走で、初勝利を挙げた。ありがとうございます。